フレートライナートラックスはアメリカ合衆国の大型トラックのブランド。北米での商用車部門の売り上げ、シェアともに第一位である。1929年、オレゴン州に本拠を置く運送会社、コンソリデーテッドフリートウェイズのトラック製造部門として設立され、1942年にフレートライナーコーポレーションに社名を変更している。1981年、 ダイムラーに買収されており、現在は、ウェスタンスタートラックス、デトロイトディーゼル、トーマスビルとバッシーズとともに、ダイムラー市会社であるダイムラートラックスノースアメリカの、傘下にある。なお一部では、フリートライナーとも表記される。本社は、創設地である、オレゴン州、ポートランドに構え、ノースカロライナ州、クリーブランドとマウントホーリー、メキシコのメヒコ州、 サンティアゴ・ティアンギステンこと、コアウイラ州、サルティオヨ工場での製造が行われている。1932年製、ファジェオル・フラットベッド1929年、オレゴン州ポートランドで運送会社、コンソリデーテッド・フリートウェイズ社として創立し、社長であったリーランド・ジェームスは、会社で使用するための、セミトラクター設計製造部門を立ち上げ開発を開始している。 それまで会社で使用されていたトラックはメーカーから購入した鋼鉄製の車両であり、これを軽量なアルミニウムを使用したトラックのコンポーネントを構築をすることで軽量化が図れるのではないのかと感じていた。そこで、このアイデアをメーカーに提案したところ、会議論と抵抗にあっており、各社協この計画を試そうとはしなかった。そこで、ジェームスは自らエンジニアを雇用し、 アルミニウムを使用した自社で使用するための新型車の設計と開発を自社の整備工場で開始している。開発当初はファジェオルモータース車製のトラックを元に改造するところから始まっており、それまでボンネット型が主流であったキャビンをフロントアクスル上に配置することで法に準拠した形でトレーラー長を延長させることができ、軽量化したことで 最大積載量の増加、ボンネット型とエンジンは、同出力でありながらも、山岳地帯の土範性能を向上させることに、成功している。軽量化と耐久性、扱いやすさを中心に設計された車両は、業界内で注目を集め評価されている。1940年、ジェームスは、ユタ州、ソルトレイクシティに、車両製造会社フリートウェイズマニュファクチャリング。 カンパニーを設立。1942年に社名をフレートライナーコーポレーションに変更。この年、オールアルミ製のキャブを搭載した業界初の商用車であるモデル600を販売。この車両がヒットしたことで、すぐに北米での主要大型貨物自動車メーカーの一員となっている。その後、第二次世界大戦の改戦によりアルミニウムと 人員不足から船舶と航空機部品を製造する軍需産業に転換させられている。1947年ポートランドの新工場においてトラックの製造を再開。1950年トレーラーを牽引するための B-42 トラクターを発売。35フィートのトレーラーを牽引できる大陸横断型トラクターであり、 運転席後部に信頼を備えた初めてのトラクターであった。運送会社の子会社であったため、増産への対応と物流網の構築や強化が容易であり、また同時にコストの削減も達成されている。1951年、オハイオ州クリーブランドの商用車メーカーホワイト・モーター・カンパニーとトラック販売に関する契約を締結。ホワイトモーターは当時、 アメリカ最大のトラックメーカーであったうちの一社であり、両社共同のブランド、ホワイトフレートライナーとして、フレートライナー製の車両を販売を行っている。1953年、長距離輸送向けのトラクター、モデル WF64 が発売された。B-42 では、運手席後方に寝台を配置したが、WF64 型では、後方の寝台部分をなくし、 代わりに運転席上部に配置したことで従来型よりもさらにキャブの全長を短くすることに成功している。ガソリン、ディーゼル、液化プロパンの3種類の燃料設定など革新的な車両であった。1954年、4輪駆動トラクター、マウンテニアの販売を開始。1958年にはキャブが 前方へ90度傾く機構を導入したことでエンジンの整備性が向上している。この他、顧客のニーズに合わせ製造するフレートライナーの手法がユーザー間で広まったことで会社は急成長しており、年間生産台数が1950年の116台から1960年は931台に、1970年は6206台へと急拡大している。 ネバダ州の核ロケット開発ステーションで使用済み核燃料の荷卸し待ちをするフレートライナー WFT カナダに課せられた自動車輸入関税を引き下げるためフレートライナーは1961年にブリティッシュコロンビア州バーナビにカナダ発となる製造施設を開設している。米国での生産量を増やすためカリフォルニア州 チノとインディアナ州、インディアナポリスに新工場を設立。1969年には、ポートランドに、部品製造のため新たな工場が増設されている。1964年、ハワイの砂糖きび畑で使用するため、全輪駆動トレーラー、WFT5366 オードケーン、ホーラーを特注で製造している。 1965年、ボーイングモデル553、ガスタービンエンジンを搭載した、トラクター、ターボライナーを発売。ディーゼルエンジンを搭載した型より2400ポンドほど、軽量であった。1966年、カミンズと協力し、セミトレーラー用の途半用補助動力台車を開発。この台車を取り付けることで、2倍から3倍程度牽引能力が、向上している。 なお、台車の出力制御ができないため、ブレーキを使用すると、エンジン回転数がアイドルに戻る仕組みであった。ホワイトモーターカンパニーは1970年代に困窮している。電化製品や農業機械に事業を拡大し、利益を生むことなく、資本を消費したことで、フレートライナーとの関係が衰退。1974年に販売契約が終了したことで、 フレートライナーは独立した製造販売業への道を歩み始めている。契約当初、受注の大半がホワイトモーター経由であったが、一部購入者はこのフランチャイズ制度を通さずに、直接フレートライナーとの契約を交わしている。同時期、これまで大型のキャブオーバーを専門としていたフレートライナーとしては初めてとなるコンベーショナルモデルの発表を行っている。 当時のセミトレーラーの構成として、バンパーからテールライトまでの全長が、週間高速道路の規制上、55フィート未満に、制限されており、この理由から市場では c o e 型のシェアは50%を、超えていたが、コンベーショナル型の乗降のしやすさ、乗り心地の良さ、整備するにあたりエンジンへのアクセスのしやすさなどから、西部地域では、好んで使用されており、 1974年以降、フレートライナーは、コンベーショナル型の製造へとシフトしている。1979年には、ノースカロライナ州、マウントホリーに新工場が建設され、ガストニアには、部品工場が建設されている。また、年間生産台数は、順調に増加している。この年は、運輸業界や、商業者製造業界に関しても重要な年であった。 ジミー・カーター大統領が陸運と空運に関する規制緩和法案であるモーターキャリアアクトに署名している。これにより運輸業者を保護する仕組みが撤廃されたことで競争が激化している。運輸部門コンソリデーティッド・フラーテ・ウェイズ規制緩和以前に創業し繁栄したことで旧来の伝統的な体質であり、 それまで組織化されていなかった本業である運輸部門のコンソリデーテッドフレートウェイズを統合したところ社内間で意図せず仕事を奪い合う状況が起きていたことが判明しており1981年5月同社は製造事業部門とフレートライナーブランドをダイムラーベンツに対し売却し運輸事業へ資金を集中させている同時期チノとインディアナポリス工場を閉鎖している フレートウェイズ社は7四半期連続で損失を計上しており、2002年9月3日に連邦倒産法第11章の申請を行い、レーバーデーの週末をもって運行を停止し、事業を停止した。2006年4月、ミシガン州にある北米で最大となる多国籍企業である物流会社エクスポロジスティクスと最終的に合併したコンウェイ社にフレートウェイズは、 吸収されている1980年、それまで寝台が運転席と分離した構造であったが、兵書恐怖症法案が立法化したことで、運転席と寝台のアクセスが容易になる構造へと変更が行われている。1982年に署名された新法案陸上輸送援助法により、 車両総重量と全長に関する規制が緩和され、大型トラックに使用するタイヤに関して新しく、物品税が導入されている。また、この進歩案により、セミトレーラーの構成に関し、全長制限がなくなった代わりに、トレーラーのみ53フィート未満であることが、新たに定められている。なお、全長に関しより制限的な規制が、週ごとに設定されているが、 それらの規制はたびたび崩壊性が行われている。1985年にフレートライナーは、当時メルセデスベンツで導入されていた、LK 型のキャビンを流用した中型、ミディアムコンベーショナルシリーズである、FLC112 を発売。これ以降、メルセデス製のキャビンが、フレートライナーのキャビンとして使用される機会が、増加している。1989年、 キャビンの喧嘩装置にエアサスペンションが導入される。ノースカロライナ州、ステーツビルにある路線バスの製造を行っていたマンサンカのマントラックバスの常設工場を買収。この年、ケンワースの営業責任者であったジェームス・エル・ヘベが入社したことにより、ヘベ主導の下1990年代はフレートライナーにとって多忙な時期となり、 フレートライナーは多様化の様相を呈している。フレートライナーフロリダ70フレートライナー MT シリーズフェデックスのウォークスルー版1991年長く続いた販売不振の後親会社であるダイムラーベンツはメルセデスベンツ製中型トラックの北米での販売を終了し代わりにフレートライナービジネスクラスとして新たにクラス5から7カテゴリーに参入している。 フロリダシリーズはすでに製造が行われていた FLC 型の小型版であり、メルセデス LKN のキャブを流用した FLC 型と数多くのコンポーネントを共有しており、10年以上にわたり中型車市場で成功を収めている。陸運業界全体の低迷により、フレートライナー車の財務状況の抜本的な対策が必要となり、現代村会長であるディーター・ツェッチェが プロジェクトの責任者として派遣される。この結果、バーナビー工場は閉鎖され、カナダ、オンタリオ州のセントトーマスに移設。コスト削減プログラムにより、市場での売り上げが回復した時点で同時に、収益も改善している。また、同時期に、当時ダイムラーベンツが所有していたメキシコ、サンティアゴ・ティアンギステンコ工場での製造が開始されている。この工場は、 ブラジル輸出向けのバスと中型トラック、乗用車の製造を行っている。1995年には、サウスカロライナ州、ガフニーのおし越しカスタムシャーシ社とパートナーシップを締結したことで、フレートライナーのカスタムシャーシとしての採用が行われており、ユナイテッドパーセルサービスや、用品、清掃、 設計など多様なビジネスサービスを提供する、シンタス向けのオークスルーバンの開発と製造を行っている。1996年、130年にわたり、消防車の開発と製造を行ってきた、アメリカンラ・フランスを買収。なお、買収時に、ラ・フランスは、危機的な財務状況にあり、ヘベ主導のもとに買収が行われた。1998年、 ノースカロライナ州、ハイポイントにある、スクールバスの製造を行っていたトーマスビルとバッシーズの買収。キャブオーバーに、電気式格納型簡易バシゴの採用。ドイツ、ドレスデンで走行する、コカ・コーラ、クリスマスイベントトラック軍用型である、フレートライナー M917、A ニューヨーク市消防局、バルハラ署の M2 シャーシをベースにした消防車2000年。 カナダのホワイトモーターの後継企業であったウェスタンスタートラックスと同社のブリティッシュコロンビア州とサウスカロライナ州の工場を買収。ゼネラルモーターズの子会社であったミシガン州のデトロイトは元レーシングドライバーの事業家ロジャーペンスキーの手腕により経営が上向いておりダイムラークライスラーにとって北米の大型ディーゼル産業への参入地点として非常に魅力的であった。 あとに、ダイムラー・クライスラーの別の部門によって買収が行われており、事業は徐々にフレートライナーへと統合されている。2001年、ヘベの販売手法に問題があったことにより、会社には販売できなくなった中古トラックが溢れ、この他にも多数の問題を抱えている。また、中核事業である、幹線道路向けトラックの販売も不況であった。 フレートライナーの元 CFO であったレーナー・シュミュケが、ダイムラー・クライスラーから派遣されたことにより再び、会社は好転している。この時期、ウェスタンスターのカナダ、ブリティッシュ・コロンビア州のケローナ工場、オンタリオ州、ウッドストックのトーマスビル工場が閉鎖され、ポートランド工場での部品製造も中止されている。2007年、クラス8のフラグシップモデル。 カスカディアの販売を開始。4月2日、クリーブランド工場の従業員がストライキを宣言。1日のみ決行されたが、全米自動車労働組合がこのストーを非公認であると宣言したことにより、ワイルドキャットストライキアクションとみなされたため700名の従業員が解雇されている。しかし、すぐに、 大半の復職が認められており、最終的に6名が1週間にわたり、解雇状態が続き、5名の復職は見送られ解雇されている。同年、数百万ドルの費用をかけた、メキシコの新工場へと移転を開始しており、この工場移転により、ポートランド工場の従業員800名を解雇している。しかし、ポートランド工場を完全閉鎖する計画は、 2009年9月にポートランド市長であったベンウェストルンドの判断により取り下げられた。この結果、軍用向け車両とウェスタンスターを製造するための稼働が続けられている。このほか2013年にもポートランド工場で230名が解雇されている。2009年、GPS 連動型の自動巡航速度調整機構の採用。現在位置と標高から 最適な燃料消費率での巡航が可能となる。マウントホーリー工場で天然ガストラックの製造を開始。2010年、アメリカ合衆国環境保護庁が定めた、環境基準である大気浄化法、EPA2010 に対応するため、洗濯触媒還元脱消装置の採用。2012年、全社に統合型リモート診断システムの採用。 エンジン故障データを記録し、故障時の診断と推奨事項の伝達を行う。8月8日、デトロイト製 DT-12 シーケンシャルマニュアルトランスミッションの搭載を開始。1月12日には、北米最大のトラック工場であり、500名の従業員を要するクリーブランド工場において、カスカディアの需要が増えたことにより、年末までに、 第2シフト目的での1200名の新規雇用計画を発表している。この新規雇用の大半は2009年に中止された第2シフトにより解雇された人々を再雇用することで対応している。また、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド向け輸出車両の製造にクリーブランド工場生産能力の1、5が向けられている。2013年、 ドライバーウェルネスが業界の重要な関心を集めていたため、カスカディアにエクササイズシステムをオプションとして採用。2015年、車間距離と車線逸脱を警告するカメラとレーダーセンサーの搭載。サムスンとの共同開発による透明トラックのプロトタイプを製作。トレーラー後方の扉に大型液晶ディスプレイを搭載し、 トラックに搭載されたカメラによる前方の映像を提供することで追い越しする車両に前方の可視性を与え安全性を高めるものである。2019年、ダイムラーは電気自動車を採用する取り組みの一環として来年期間の開発構想を中止すると発表した。フレートライナーカスカディアイヤー2018で展示されたエコニック SD。ありがとうございます。